たとえ、カムロギがその、想定する結果を出している、としても。あっても20年前後、そんな幼い理想郷ではある。アメリカも、設立当初とは楽園でしかなかっただろう。人民の、人民による、人民のための。それは今もアメリカの基本理念のはずだが結果、格差はひどく治安は悪く夢も見れず戦争もする。正直、そんな状況の中で現状維持、それをただ、続けようとはしている。それ以前の、太陽信仰から追い出された時も、我々はこんな非道な世界を作らない、その願いで、それは形成されたわけだが、アインシュタイン幾何か、最高の頭脳を結集した結果が太平洋戦争と原爆投下、そしてその果ての、王の権威、その喪失ではある。何を満たせば、その暗黒は払拭しうるものか、今はただ何かの猛威を耐えるだけだが。時は止まらない。